石垣とは、江戸時代に行われた拷問の一つ。バン石、石攻めとも言う。下戸田に屈しない、未決衆に施された拷問。楼門と呼ばれて、正規の拷問の前段階として行われた。まず囚人は後手に金箔される。周囲の裾をはだけて、脚部を露出させ、ソロバンバンと呼ばれる三角形の木を並べた台の上に正座させ、 背後の柱にしっかりくくりつける。この時わずかに後ろにのけぞるように縛りつける。石が胸部を圧迫しないようにするためである。三角の木材の鋭角の両線が体重ですねに食い込んで苦痛を与える仕組みとなっている。さらにその太ももの上に石を乗せる。石の重みですねの部分に三角木材の両線がさらに食い込み、非常な苦痛を味わわせることになる。 しかしただ乗せておくのではなく、石の端は左右に揺らされさらなる苦痛が与えられる場合が多い。桃の上に乗せられる石は、伊豆石と呼ばれ、長さ3尺、幅1尺、厚さ3寸、重さは1枚12巻もあり、囚人が動いても落ちないよう縄で結んであった。石は、大抵4枚程度まで順次乗せられた。 最初の回では4枚まで一気に乗せ石垣の苦痛の恐ろしさを存分に知らしめ、次回の拷問では徐々に時間をかけて1枚ずつ乗せていって苦痛を長引かせるという手法が取られた。再度の石垣では石を見ただけで初回の苦痛を思い出し、恐れを呪いて白状に及ぶケースが多いためである。最初の1枚から3枚までは苦痛のためにしきりに泣き叫びはぎしりし、 髪を振り乱して苦悶し、よだれ、鼻水を垂らすが、四枚目になった後のある時から、苦痛を感じなくなってきて、呆然とした表情で、しきりに周囲を眺め回すなどの挙動が現れる。次に、下半身が蒼白となってくるので、それ以上続けると生命に危険が及ぶため中止となる。拷問台から降ろされると歩行は、愚か立つことすらできないので、担がれて牢屋に戻される。 回復には何日もかかる。これを実月を分けて何回か行う。同時に、鞭打ちが行われることもある。鞭打ちといっても、ここで使われるのは竹を二つに割って、浅イトで補強したほうきじりというものである。打撃力が強いので囚人は二重三重の苦痛に苦しむことになる。土佐藩ではルジの拷問として、しめぎが用いられた。これは、 木製の大掛かりな機械で三角形の木をギザギザに並べて向かい合わせに設置し、間に正座させた囚人の足を入れ上から圧っするもの。ありがとうございます。